うわ、こんな動きができるんですね。ちょっと不思議な感じですけど、ここは大分県別府市です。駅でいうと東別府駅の近くなのかな、まあ、多分別府駅からバスとかで来るのが普通なのかなと思うんですけど、この後ろに、JR の特急ソニックのって見えますが、海たまごという水族館があります。私がちっちゃい時に、ね、できた新しい水族館で、もう実はすでに、ね、私は見終わった後です。ちょっと、見始める前にちょっと取材局とかの電話とかするので、電話とかありまして後回しにしたんですが、全部撮影もすることができましたので、その後で皆さんに今挨拶させていただいております。ここね、先にとくいい水族館にして面白かったです。ショーの演出とかも面白く飽きない、本当にいいところだと思いますので、ぜひね、その良さをお伝えできたらなと思います。なんかここへのアクセスはね、大分駅からの方がいいみたいです。別府からよりも大分の方が便利みたいでした。一応お伝えしておきます。3時からなんかいろんな動物が登場する面白いショーみたいなのがあるそうで、早めにまたやってきて今陣取っています。そうでないとね、もうここはあまりにも人が多すぎてこう簡単には座ることは難しそうで、首に紐をつけたカワウソが登場。それ紐つけないとね、どっか行っちゃうんでしょうけれど、ほんでもちゃんと視聴者目線で向いてくれるんだからいいことです。これいきなり何するのかなと思ったら、くす玉を引っ張って、いやこれかわいい、かわいいですね。これね、こういう小さいものはかわいいんですけど、こう、何度も何度も、これ頼まれてんのかな、こう、紐を引っ張って。こんぐらいのことはできるんですね。カワウソって、まあ、多分、大して頭は良くないと思うんですけど、でも、こういうの、かわいいのはね、こう、チロチロ動くの、受けますよね。もう、猫のショーとか、そういうのも、多分、今後ね、動画でやったらいいと思いますよ。ヒカキンだって大儲けしてるんだから、私も猫飼って猫のショーを始めましょうかね。今、放送で、小さなカワウソとは対照的、今度は、体の大きな子が登場します。あ、なるほど、確かに登場したな。あの子がなんかやる。人間は登場しないようでした。体の大きい子ね、あっちから、あ、なるほど、これは 大きいですね。なんかあったらね、あれ海で出くわしたらぶち殺されそうな、そういうちょっと迫力があるんですけど、あんな岩の上にどうやって器用に登るんだと思うんですけど、立派なポーズです。なんかね、よくわかんない機械の音みたいなのしたと思いますけど、今のはこのセイウチくんの鳴き声の声ですよ。トドかな、セイウチはあれなんですよね。ベルトコンベヤーでなんか運ばれるようにアシカが入線してきましたけど、すごい目をしています。飛び出しています。これギョロギョロしていて、ちょっと見つめ合いたくないですよね。トドってこういう風に怖い顔してるんですよね。結構愛嬌はまああるんですけどね、こう首を縦に振ったり、ピーちゃんを思い出します。可愛いですね。これああいう風な顔しててもなかなかいろんな芸当ができます。輪投げやってるんですけどね、まあ、輪投げやる間に餌ももらわないと輪投げやる気もなくなっちゃうんですかね。やっぱそこら辺は結構ズーズーしいんだな。遠くから餌を投げたり輪投げを投げたり、これキャッチできるトドがすごいってお姉さんは言ってますけどね、これ正直キャッチする方がうまいよりも、この餌とかを輪っかをこういう風に正確に投げるお姉さんの方がはるかにうまいので、実はこれはお姉さんのショーなんですけど、やっぱ人間もこれショーの一部なんだな。人類の素晴らしさを改めて実感します。ポーズ取ってるけどね、お前じゃなくてと思うんですがでもこれもすごいな。確かに、おお、すごいすごいすごい、こんなこともできるの、こんなすごいの初めてだ。なかなかこれ仕込むのが大変なんじゃないかと思いますけど、これは人間でもなかなかこんなのはできないんじゃないですか。鼻先で痛くないんですかね。私だったら鼻をぶつけると痛いわけですけど、おお、何百キロも体重あるんですよこれ。人間のヒレはない体重を2枚のヒレみたいなちょっと頼りなさそうな手で支えて、大したもんだなこれは。特に辛くもなさそうです。そんなこと自然界ではやらないだろうけど、本当に海で出会ったら殺されることは間違いありません。一方であちらはですね、餌をもらうだけでなんだかえらがってるわけでして、オスなのかな、亭主関白って感じですね。で今度は鳥さんが登場するっていうからね、まあペンギンなんだろうなと思ったらね、こんなの来ましたよ。これペリカン、ペリカンですね。ねえ、もうやる気は十分ね、モチベーションもあるんですよ。やる気ありそうな歩き方ですけどね、歩くのがあまり得意ではないらしくて、あれで最高速度なんだって。さっきのカワウソは紐をつけて歩いてましたけど、こいつには紐はつかないんですね。前に八景島シーパラダイスに行った時もね、ペリカンは、まあ、飛ぶ鳥だったと思うんですが逃げませんでしたけれど、結構それだけでも逃げないいい子なんだなという感じがします。このペリカンの名前はスズメくんだそうです。ふざけた名前だよな、ここはどうもそういうのが多いようです。こうやると回れますとか言ってね、まあ、鳥ってあんまり頭が良くないですから、そんなことぐらいしかできないと言ってしまえばそうなんですが、でもね、回れるだけ本当に大したもんだと思いますよ。反対回りもできちゃうんですとか言ってましたけどね、まあこういう感じで避けられるんですって言ってましたが、まあね、鳥があんまり何もできないことをこうネタにしてるわけですが、でも反対回りとか回ったりとかするのがちゃんとこう指示通りできるだけで本当に立派です。あんな小さい脳みそ頭の中にね、ほんのちょっとしか入ってないわけですよ。もうこれはペリカンとしては天才の部類に入ると思います。すごいですねこれ。こんなこともできる、ちゃんとこう手乗りになるんだから、
仕込む方もまた大変だったでしょう。大きな口を開けて餌をくれ餌をくれと必死にねだっているのがよくわかります。こういうのをちゃんと面白くできるように演出をするこの、お姉さんだのお兄さんだのまあ何ですか、係の方たち、これも大変ですよね。餌しか見ておりません。餌の方向にビシッと目を合わせています。あれ相当重いと思うんですよ。多分かなり大きな鳥ですからね。あれを手を腕をビシッと伸ばして歩いている、やっぱり人間の精神力と体力には素晴らしいものがあるなと思いました。今度はまたセイウチがやってきましたけどね、歌ってくれるそうですよ。歌うそうです。ありがとう。巨体なもんでダイエットをするという定番ネタ、これはね横浜の八景島シーパラダイスでもやっていました。腹筋でダイエットと言ってました。おお、これはすごい。なぜこれがこんなにすごいのかというと、まあもちろんすごいんですが、横浜の八景島シーパラダイスで見た時のセイウチはね、確かこういう腹筋はできてなかったと思うんですよ、ここまでのやつは。これはすごいですよ。アザラシのショーが始まります。私はアザラシのショーってのは今まで見たことがないし、多分日本でここぐらいなんじゃないかなと思いますけどね。ブルー君とハワイちゃんだったかな、なんか確かそんな名前だったと思うんですけど、こういう風にカメラを使って GoPro みたいなやつでね、アザラシの生態を紹介する、そういったもののようです。頑張りましょうねと言うと首を縦に振る、それぐらいのことはできるんですね。よく考えればアシカほど身体能力は高くないのかもしれませんが、アザラシだってねそれなりに頭の構造はまあアシカと似てるんだろうから、アシカがこなすレベルのショーはできてもおかしくないですよね。アザラシにはこういうふうに耳の穴があるんだそうです。これはお姉さんの解説をそのまま受け売りしているんですが、今地上に出ている時は人間の声とかを聞くために耳の穴が開いているそうですけれど、海に潜ると水が入るのを防止するために蓋をするんだそうです。人間でもそういうのがあればいいんですけどね。地上を移動するってのもこうなんですけど、わ、こんな動きができるんですね。ちょっと不思議な感じですけど、なかなかの迫力でしたよ。これ今の映像もそうですが、実物を見てね、アザラシが全身をこう揺さぶりながらものすごい勢いで動いてるっていうのは、なかなかこれだけでも見る価値があるなと思いました。もう一回やってますけどね、これですよ。これは確かに見応えがある。このアザラシは特に体の大きい種類なんだそうです。ブルー君とベリーちゃんでしたね。名前間違えちゃいました。口づけをして終了です。なんか階段をアザラシが歩いてるんですから、この階段ですよ。なんだろう、あ、アシカか。アザラシじゃなくてアシカでしたけど、ちょっと随分変わったことやるんだなと思います。まあ水族館って正直どこも一緒みたいなところがありますんで、どこの水族館も差別化にかなり余念がないと思いますが、この海卵もまさにそのようです。大分山椒魚っていうのがありましたけど、まあ、山椒魚っていうのはね、大山椒魚が有名ですが、こういうウーパールーパーみたいなちっちゃいのが、メインなわけでして、これはこの大分県に生息しているやつ、佐伯から取ったんだと書いてありました。佐伯っていうのはこの先日豊線の佐伯延岡間とかの鉄道マニアの人だったら分かると思うんですけど、ものすごい山の中みたいなところを走るんですが、確かにあの区間だったら佐伯周辺ならこういうのがいても、まあ、納得かなと。こんな感じですね。綺麗な水を好みます。キノコってのは1個の水槽に1匹1頭なんていうの、1杯っていうのかな、それだけ飼うようにした方がいいとか、そんな話を聞いたことがありますけど、これはとりあえず3個体見られますね。気持ち悪いだ、なんだろう、散々な言われるようです。瓶の中に入ったカニとかそういったものを開けてしまうと 5頭、あ、5も今ね数えていただいたんですけど、あ、5匹もいるわ、すごいですね。あの中にも入ってるしな、タバコ立派なもんですけど、頭がいい、生き物だということで知られていて、このタコの頭っていうのはここにあるわけじゃないですね。これはお腹なんですけど、頭っていうのは目のところにあるわけですが、この瓶がここに置いてある、これは多分中に入るために入れてるんだと思うんですけどね。瓶の蓋の開け方ぐらいであれば覚えてしまって、中に入っている餌を自分の力で開けて取り出して食べるとか、そういったこともするんだそうです。すごいな。なんでこんな元気なのかなと思いますけど、大きい生き物の割には寿命が短くて1年とか2年とかで死んでしまうそうです。まあ、ここから見ると割と何の変哲もない水槽っていうかね、まあ、水族館にありがちな光景ですよ。私はもうあちこち行ってますから、まあ、こういうのはしょっちゅう見てるなって感じなんですけど、面白い、これ下にもこういうのがあるんですね。こういう水槽っていうのはあまり見たことがありませんが、ちょうどこんな感じでこう自分の足元を泳ぐ、こういう見方したのは初めてなので、ぜひこの上に乗ってみたいんですけど、まあ、残念ながらさすがに安全のためかロープが張ってありますので近づくことはできません。あんな大きいエイとかもいるんですね。尻尾がなくなってます。エイの尻尾には毒がありますからちぎるんですが、あ、すごいちぎり方だったな。
15周年なんですね。海のスター人出店、人負け人で最も普通に見られる人出ってここにも書いてありますけど、まあそんな感じでそこら中にいる人出でね、結構色も綺麗なんですけれど、まあだから普通の人出かみたいな思うわけですが、ちゃんとねちょっと変わり種を仕込んでてくれてるんですね。これ、六角形のやつです。まあたまに突然変異で四角形だったり三角形ってのは聞いたことないんですけど、六角形だったりもっとなんかいっぱいね腕がいっぱいあるような人でもいるんですが、ちょっと珍しいやつを飾っていてくれました。これ鬼人出で今超高速で移動しているところですけれど、かなり迷惑なやつでして、サンゴを食べてしまうということで知られています。またこれ自体にも、トゲも確か毒があって、かなり倒すのにも厄介で、鬼人出が最近ではどんどん増殖しているそうで、またそれもサンゴの破壊の一因になっています。まあ、ただその原因は、ね、結局人間が根本的に引き起こした地球温暖化であるということも忘れてはなりません。わかりますかね、人が歩いている様子がお分かりいただけると思うんですけど、吸盤を使ってピタッと貼り付けて、それを後ろに流し、その吸盤を剥がしてまたくっつけるということを、大量についているこの裏にああいうもじゃもじゃがいっぱいついているわけですけど、それでずっと移動するわけです。早いですよね。歩いているのは人間でもよくわかります。ルビーカニマンションと書いてありますが、小さな仕切りの中にいろいろあって、トラフカラッパってこれハンマーみたいなのを持ってですね、これバーンとこう貝をぶっ壊してしまって、それで中身を食べるというなかなかクレイジーなやり方をするんですが、まあそれが一番手っ取り早いですもんね。力の強いカニです。これは皆さんご存知、イセエビです。結構海にイセエビって普通にいるんですが、ただそれもね漁業権とか持ってないと捕まえることはできないので、結局取ると問題されるということで捕まえることはできません。岩場とかに行くと見つかりますよ、たまに。キメエビっていうのは有名なエビですけど、ここには寄生虫を食べるんだよと書いてありますが、もっとよく食べるものがありまして、それがそこのヒトデです。あそこにコブヒトデっていうのが売られて置いてありますが、これペットショップでも売ってましたね。1個800円ぐらいですが、なんで売られてるのかというと、この落とし目エビの餌として使うために売られてるわけです。これは皆さんおなじみの、結構人気のあるチンアナゴですけど、これ引っこ抜けてるのとか見たことないんですよねみたいな話をしようと思ってたんですけど、そしたらね、ちょうど今2人で来てるんですが、一緒にいる方が隅田水族館で撮影された写真ですけど、引っこ抜けた時の写真をお持ちで、私も初めて見ましたが、こういう風になってるんですね。模様がついてますが、それはなんかこの個体を見るに、体の上の方だけみたいです。これは知らなかった。ありがとうございます。そこに住む魚が展示されています。あれは猛毒で触ると死ぬと言われている鬼だるまオコゼですが、奥にヒラメなんか真っ白になって寝てるわけですけど、魚ってのは結構体の色を変えるのが得意で、ヒラメはなんであんな風にこうなってるのか分かりませんけど、こっちの方がねちょうど上手に色を変えてます。見ると分かりますけどね、見ると分かりますけどねって言ったけど分かんないか。これもまたヒラメですかね。よく見てみれば確かにいるのが分かりますが、あそこだけなのかな。あれではそう簡単に捕まりませんよ、ね、このヒラメとしては分かってるのかどうか微妙ですけど、さっき下のあたりをうようようようと動き回っていたんですが、こっちにいるこの別のヒラメね、これをこの白い方のヒラメが、おこんなところにいるわみたいな感じで、ね、こうぐるっと迂回していく様子がはっきり分かりましたんで、一応あんな風にこうおこぜの馬乗りにされてますけどね、全然気にしてないようですが、こっちのヒラメはこの色の変わってる方のヒラメには迷惑をかけまいと一応意識していたようです。見るとあとここにも何か埋まっててね、ヒラメっていうのは砂に潜ったりもするわけですけど、まあ彼かもしれませんが、あそこまで行くと生きてて楽しいのかなちょっと思いますけどね。まあ人間も夜になったら布団にくるまって寝ます。同じことですか。ウミガメが展示されてますが、これは赤ウミガメなのかな、どっちか分かりませんけど、私も前にね日和坂、徳島で皆さんにご紹介したことがありましたが、この中で卵を産むと模式的に示されています。本当はこの中も全部砂なわけですけど、自分でこのくらいの深さのところに穴を掘って卵を産み落とし、それを戻して、でその後、子ガメが帰ったら、自力で砂の上を這い出して海に入っていくということをするんだそうです。別府湾プールっていうのもありますけど、別府湾に生息する魚たちをここにこう囲ってきて、でそれでこんなのがいますと紹介するわけですが、目の前に実際にその別府湾もあります。館内の規模もかなり大きくて展示も充実しています。触っていいですよとかそういったコーナーも本当に多くてね、エイも触っていいんですね。エイは毒を持ってるわけですが、もう毒針は抜いてしまったから、ちょっと触ってみますか。失礼、逃げるな。うわー、あんまり嫌がらないですね。
変なのもいるな。これ相当勢い上がって飛び出さないかどうかだけちょっと心配ですけど。この A の裏側ってこうなってるんですね。なんかこう持ち肌みたいな感じで触り続けてると癖になりますけど、そろそろやめておくことにします。ショーにも使ってましたカワウソですが、寝てんのかご機嫌なのか分かりませんけど、尻尾振りながら寝てるのかな。大体なんかね、とどまることなくずっと同じ場所で動いてるっていう印象ですけど、何やら水を飲んでるのかな。猫みたいな感じでね、みんなキョロキョロと動いてましたが、うちの猫よりもしっかりしてるなんて。確かに猫よりもしっかりしてるし、見ていて面白そうですね。飼うのは大変なんでしょうけど、猫の常用感って感じがしますね。そんなこと言ったら猫ファンに怒られますか。またショーレ、さっき活躍したセイウチですけど、3頭いるんだな。この下にも1頭いますけどね、これ確かに大きいわ。うちの風呂桶の倍ぐらいありそうだな。体重は900キロとか600キロとか言ってましたね。もうどっちでも同じぐらい重いということには変わりません。セイウチって言いましたけど、あのトロですね、あの牙がありませんからね。セイウチのコーナーですけど、誰に頼まれたでもなく頭の上にあのまな板を乗っけてるようですよ。あれは別にあんなことしなくてもいいんだよな。でも しなければいけないことは何もないと思うんですが、自分の意思で割とそのままでショーになるようなことをやってくれています。面白いですね。ああ珍しいシーンを見ることができて、最後にあの私はこういうのが好きですから、あのこれを見に来ましたけど、まだまだ見ていけられてないところがたくさんあります。今回はね、本当は冒頭でも言ったかもしれませんが、あの暇つぶしのつもりで来たわけですね。で、まあ、2時間ぐらい潰せるだろうと思って来たんですけれど、むしろ足りないぐらいでした、まあ、この後ちょっと行くところがありますから、またそうだな、そろそろ行かないといけないんですけれど、十分楽しめたし、また訪れたいと思うし、視聴者の皆さんにもお勧めします。これですかね、あのこれ置いてある石のようにしか見えないと思いますが、くさびらいしといって、これもまた立派な動物なんですよ。ほとんど動きませんけど、まあ大体こんなところですかね。特にあのショーが面白いと思いますが、ウミタマゴショーとか言ったかな、さっきのあのいろんな動物が来てカワウソが開会宣言するやつね、あれはもう鉄板だと思うし、しかもあの2200円の料金を払えば追加料金とかかかりませんから、セイウチの触るやつとかもタダでできるしね、いろいろとあの見応えのあるところだと思います。別府温泉に来て昼間どこへ遊びに行こうか迷った時、ぜひこれも選択肢の一つに加えられるとよろしいと思います。そうですね、見て実はあのコレクションするといったあのこれですけどね、ここでもやってましたんで、セイウチのあの腹筋をちゃんとしてるやつがあったからこれをしましたよね。2019年5月の18日でした。ちなみに、つい1ヶ月ほど前にもあのここに来て、高崎山自然公園であの猿が、なんか餌取ってるのとかね、あの私は見に来ましたけれど、あのその時のその登り口調もその向こう側にありますんで、猿とそれからあの水族館と両方ともここが素晴らしい場所だと思いますので、ぜひ別府のまあ観光といったらこれで、あとは地獄巡りとかですかね、飽きることはないと思います。